どうも、マサヤングの独り言チャンネルにようこそということで、今回はですね、ギタリストにアンプ必要なし、フェンダートーンマスターはこれで家練習ということで、お話ししていきたいと思います。一応ね、そのトーンマスターの家練習これいいよっていう動画なんですけど、最後にちょっとね、大きいテーマに、触れていこうかなと、最近僕が考えてる大きいテーマに触れていこうかなと思いますので、トーンマスター持ってないし、トーンマスター俺関係ないやっていう方もぜひ最後まで見てってください。で、まあ、さっきトーンマスターのね、その家練習問題をね、ちょっと言っていくと、まあ、再三このチャンネルでも言ってるわけなんですが、トーンマスター、やっぱりその、そもそも、このプリンストンリバーブとかだと、音量ボリュームを上げないといい音にならないですね。この音量感って多分、このカメラのリミッターが働いてそんなに大きい音に聞こえてないと思いますけども、まあ、鳴らしてれる住宅環境の人は結構限られてくるかなっていう感じです。で、これ、他のね、動画のコメント、まあ、同じようなね、トーンマスター家練習ちょっとしにくいみたいな、動画のコメントについたんですけども、まあ、これね、トーンマスターって、なんていう、ラインアウトがあるんですよ。で、ラインアウトがあるので、ラインアウトの音、まあ、つまりその、このね、ちょっと話行ったり来たりしますけど、トーンマスター大きい音で出さないと、いい音出ないっていうのは、まあ、そもそもそのこのボリュームを上げ目にして、若干その、真空管の飽和感、まあ、真空管は入ってないんですけど、真空管をエミュレートした飽和感とか、このスピーカーを震わす、物理的なね、この振動とか、がないといい音にならない、みたいなことね、話したやつのコメントで、それならこのラインアウトからね、このパワードスピーカー。これですね。よいしょ。これです。このパワードスピーカーで、鳴らしたら、いいんじゃないかっていうご提案をいただきまして、でもそれ、いいのっていろいろ思ったりしたんですけど、まあ、よくよく考えてみると、このラインアウトっていうのは、ちゃんとね、キャビネットシミュレーターが入ってるわけですよ。しかもその、57ともう一個なんかリボン型のね、マイクの、で撮った、フェンダーがめちゃめちゃちゃんとね、しっかり撮ってくれた、キャビネットシミュレーターが入ってるので、それならば、その、多分ね、その、収録してる、そのフェンダーが、キャビネットシミュレーター作ってくれてる時っていうのは、そのキャビネットはガンガン鳴ってる状態のやつを、収録してくれてるので、じゃあ、別にこの、普通のこのね、オーディオ用のフラットな、パードスピーカーで、このラインアウトにつないで鳴らせば、ここにね、ボリュームがあるので、このパードスピーカー自体のボリュームがあるので、これで、弾けばいいんじゃないかと。じゃあ、こっからの音はどうするんだいということになるんですけども、そこで、トーンマスターこういう風に使ってくださいってことだったんでしょうかね。トーンマスター、まあそういうことでもないか。レコーディングとかでもそうですね。使えますね。トーンマスター裏のね、スイッチを、オフにすると、オフというか、ミュートにすると、このスピーカーから音が出ない。状態なんですね。この、ランプが黄色になると。でも、この状態でも、このスピーカーアウトからは、この信号は出るんですよ。だからこいつをオンにしてあげると、こう出るわけですね。で、結構ね、これが、いいんですよ。まだちょっとね、詰めれてないんですけど、まあ、ここにね、この、ヤマハのね、これ型番書いてない、ヤマハのね、まあ、とあるパワードスピーカー下に書いておきますけど、なんですけど、まあ、この、軽くね、ハイとローのイコライザーがついててですね、僕、この、パワードスピーカーは、ローをちょっと下げてあげると、なんかより、ちっちゃいアンプ、これぐらいのアンプで、ちゃんとこの、ブリンストンリバーブをシミュレートしたような音が鳴る。感じになりました。当然ボリューム絞れば音ちっちゃうと。
やっぱりね、そのすごいなと思ったのが最初にも言いましたけども、その、キャビネットシミュレーターを多分、そのフェンダーさんがね、開発というか、この、作ってる時って、スピーカーガンガン震わせてやってると思うので、ここのラインアウトからしたや、出した音をパワードスピーカー側で音下げても、言ったらこっちで、裏のそのアテネーター的なパワーコントロールを下げた時よりも、生き生きした感が残ってるんですね。もちろん上げるとすごいアンプライクな音になります。はい。これね、かなりね、すごいんですよ。で、めちゃめちゃすごい、めちゃめちゃすごいがいっぱい、すごいいっぱい言ってますけど、いいなと思って。で、結構、もう、その家練習に関しては、良質なアンプシミュレーターと、このパワードスピーカーの組み合わせで、真空カンカンは結構、なんていう、肉薄したものが出せるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ、一応ね、このトーンマスター、プリンスのリバーブっていうのは一応このアンプじゃないですか。アンプで、まあ、おまけとは言わないですけど、一応おまけ的にこのラインアウトがついてる感じじゃないですか。まあ、おまけっていうレベルじゃないですけどね。かなりいいんですけど。でも一応、本体の機能としてはアンプに、全振りしてる状態だと思うんですよ。で、そこで、前から気になってた、ドリーム65。あれを、購入しました。まだ届いてないんですけど、あれはもう本当に、あれはアンプじゃなくて、もう本当にシミュレートする、なんていう、ペダルというかね、ペダルっていうかな、シミュレーターじゃないですか。だから、あれを、このパワードアンプにつないだら、めちゃめちゃいい音になるかもしれないと思って、もう買いました。買いましたんで、近日中に、これにつないで、レビューしたいと思うんですけども、で、他にね、ボスのマルチエフェクターの GT1000 コア、GT1000 ってすごい大きいやつなんで、大きいやつはさすがにちょっと使わないかなと思って、GT1000 コア、もういろいろ調べまして、で、GT1000 コアは、その最近ボスの、マルチエフェクターとか、まあ、チューブロジック、ブルースキューブとかで使われてるチューブロジックの流れの中、エアードでしたっけが入ってるんですね。だからすごい、このボリュームの追従性、めちゃめちゃ、いいらしいんですよ。まあ、これももちろんいいですけどね。だから、ボスの、その GT1000 コアか、ドリーム65どっちにしようか迷ったんですけど、なんかね、ボスのその、マルチエフだ GT1000 コアの方は、さすがにちょっとね、ややこしい、操作が、めちゃめちゃ本当にフットスイッチにいろいろ割り当てたりとか、すごい多機能で、で、なんかすごい中に入ってる、そのコンパクトエフェクター、まあもちろんボスのね、コンパクトエフェクターも入ってるんですけど、そのま、マルチの中に。そしたら、で、その再現度が結構高いらしいんですよ。再現度が高いらしいので、そしたら、今結構僕ね、ボスにハマってこうね、ファズとか買ったりしてるわけですよ。でね、この、それらがなんか、無駄になってしまうなと思いましたというのと、やっぱりその、まあ、その GT1000 コアの、なんていう、アンプシミュレーター。なんか、ボス独自のアンプシミュレーターが結構評判いいらしいんですけど、まあ、それよりは、まあ、ドリーム65の、まあ、もしかしたら今後ね、GT1000 コア買うかもしれないですけど、まあ、それよりは、その、何アンプシミュレーター、その、デラックスリバーブに特化したドリーム65をぜひ弾いてみたいっていう気分になりましてですね、購入しました。はい。なんで、そう、で、ちょっといろいろ話が入ってきたりするんですけど、ドリーム65のレビューって、なんか、ぼやっとみんな、すごい評判がいいっていう風に印象を、受けてると思うんですけど、実際、YouTube ではなんかそういうね、有名な方とかが、
いいって言ってるんですけど、実際にアマゾンであったりとか、サウンドハウスとかのその、なんか生の声みたいなレビュー見てみると、めちゃめちゃ少ないんですね。で、あんまりいいこと書いてなかったりとか、いいこと書いてたやつもあるんですけどね。で、なんかその辺がちょっとどうなのかなっていうのもあるんですけど、まあ試しに、買ってみました。で、何が言いたいかと言いますとですね、まあ、もちろんその、ドリーム65っていうのは、その、ね、例えば JC があったりしたら、まあ、リターン雑誌とかすると結構、フェンダー、デラックスリバーブっぽい音が出るとかっていうのがあったりするので、ドリーム65で、ライブすることもできるし、もちろんこいつを持って行ってライブすることもできると。で、なんか、家で練習することにおいては、本当にこういう、まあ、これはアンプですけど、まあ、この、ラインアウトのアンプシミュレーター、もしくはそのドリーム65の、出力アンプシミュレーター、ドリーム65っていうアンプシミュレーターの出力とか、GT1000 コアとか、まあ、GT1000 とかのね、マルチエフェクターのアンプシミュレーターとかを、このパワードスピーカー、癖のつい、全くその音のね、癖のついてないフラットな、普通に音楽聞くような、パワードスピーカーにつないで、練習するっていうのが、なんか、そういう時代になってきたのかなっていう気が最近してます。はい。だから、どっちかっていうと、まあ、なんていう、アンプシミュレーターはね、いいものはね、わかりやすく、評価されますけども、どっちかっていうと、このギターアンプらしくなるパワードスピーカーを探す旅みたいなのがね、始まるのかなって思ったりしてる昨今でございます。はい。ということで、ちょっといろいろ脱線したりしましたけども、今後は、家練習ではもうアンプ必要なくて、シミュレーターで、パワードアンプ、普通のね、癖のついてないパワーアンプ、パワードアンプ、パワードスピーカーを鳴らして、練習する時代になってくるんじゃないかというふうに思った次第でございます。それで、実際の真空管アンプは、もうなんか家では使うことは減っていくのかなっていうような、感じがしておりますが、皆様はいかがお考えでしょうか。コメント欄に、書いていただければ嬉しいです。ということで、今回は以上で終わりたいと思います。LINE のね、オープンチャットっていうので、まあ、こういう話をね、雑談みたいな感じでやってますので、興味ある方は下の概要欄からチェックしてみてください。では、バイバイ。